皆さんこんにちは。サッカー大好き、不女子系 VTuber の大丸さくら子です。自分で言っててちょっと恥ずかしいけども、はい、そんな要素でやっていきたいなと思います。では予告していた通り、行ってきた試合の感想動画を上げていきたいと思います。試合はこちらでございます。ドン。1月7日日曜日、味の素スタジアム FC 東京対ガンバ大阪戦でございます。ちなみにね、桜子がこう書いております。ゆるっと見せて、はい、なんか全チームかけずやったらいいなと思います。やっぱりだね。実はですね、私なんかちょっとした動画を見てる間に、一緒に動画見ていきましょう。いや、雨がねすごかった。風も強くて、もうピッチびっちょびちょですよ。ボールがもう転がらない転がらない。なんとね、前半の5分に早速先制、ガンバ先制でした。わたわたして0-0に行くときたんで、修正したらすぐゴール入ったみたいな。で、その後また15分の後に追加点ですよ。そうなんですよ。しかもこの得点はナサオ選手がアシスト。いやー、こんな立て続けにゴール入るともう楽しいですよ、そりゃもう大盛り上がりですよ、はい。あ、ちなみに今回はですね、 FC 東京側のホーム側のお席に座っておりました。雨がねやっぱすごいので、屋根のあるところじゃないとって、上の方2階席に座って、ハーフタイムドロンパくんがですね、めっちゃ可愛いの、あれ傘ないよって、立ってるお兄さんに一緒に入るって、一緒に入れてあげてるの、可愛い可愛いよ。しかもなんかね、その一緒に入れてあげた人とね一緒に遊んでるのもうほんとドロンパくん大好き。でもなんかお気に召さなかったみたいでね、会うよっつってなんかプリプリして離れていきましたけど、可愛いな本当に。なんでこんな可愛いんだろうな。意思疎通がねそれぞれできてたのかな。本当癒されるわ。しかもね、このカッパも着てるんですけど、傘もほら見て、コンパくんの傘なの。これ売ってるのかな。まあ日常ではねなかなか使えないですけど、もう超可愛くて、はいはい、癒されました。そうそうそう、ゴールネットをこの前、昨日のね試合私見に行ったじゃないですか。今日も次の日もサッカーの試合あるのに、速攻試合終わって速攻ゴールネット片付けてたから、なんでって思ったら、ゴールネットが違うんですね、きちっとね。あー、通りでって感じ。あ、これあ、一見あれ入ったと、入ったって思ったんですけど、あれと思ったんですけど、なんか
どうやらおかし様子がおかしいぞと、なんか FC 東京の選手が審判にすごく駆け寄ってるぞってからですね、まあ、ね、ガンバ側のサポーターの皆さんはもうわーって盛り上がって、でなんか、まあ、ごねてるじゃないですけど、今こうやって話し合いしてる時に多分ブー、私は動画の音が聞こえてる部分ね、あの言われてるんで、こっち側がそれしてるかね、なんかたまたま遠藤選手がフリーキックだと思って取っとこうと思って次に確認して、どうやらあというわけでゴールならずです、ね、なので2対1、あ、向こう側だったので私もよく見えてなくて、サイドがどうか入ったかなって、ね、あ、こんなに下がってます。では、あ、あれかな、あ、そう、ディエゴ選手が3点目だ、湧いてますね、はい、よかったです。フォワード2人に得点が生まれるとじゃないですか。あ、ここでね、永井選手とディエゴ選手が応用してきました、ありがとうございます。あのね、永井選手が自分2点取ったからディエゴにっていう感じでした。なんかディエゴ選手に出すよみたいな。や、雨の中お疲れ様でございました。ドラマさんも大丈夫かな、毛並み水吸って大丈夫なのかな。あ、ね、あの FC 東京はゴールした選手がシャシャシャっていうのが終わりました。シャシャシャっていうのがあのエマンのあのお約束なのでね、あのそれをやってる人でございました。というわけで、いやー、私何話したいって言ってた、まあいいか。じゃあ気になった選手、を紹介したいと思います。まずは、まあ、あの動画中もいっぱい言ってましたが、ダサンオ選手はね、久保建英選手がレアルマドリードに行ってしまいまして、であの FC 東京の右の前のところがですね、空いていたんでございますよ。で、あの建英選手が、あのレアルに行って、空いたところに最初ナサンオ選手が右にいたんですね。で、今日の試合、昨日の試合はあの今そこの位置は東選手になってて、ナサンオ選手左になってたんです。で、なんかどっちの方がやりやすいのかなって感じでした。右よりね、なんかその重圧がね、久保選手がいなくなった後どう、FC東京大丈夫みたいな、そこの穴はどうやって埋めるのみたいなことを多分もう全世界から思われていると思うんですよ。ここをこうあのプレッシャーに負けへんぞみたいな、逆に俺の方がいいこといっぱいできるよみたいな、こう気持ち入ったプレーが見れたなっていう感じでした。まあね、あの言うて韓国の代表ですからね、そりゃあいい選手だとは思いますよ。で、もう一人 FC 東京気になったのは、途中出場したこちらアルトゥール・シルバ選手。私もあんまり、試合出てるところ見たことなかったんですけど、もう若いんですよね、1990年、選手で、あの何が気になったって、もうプレイ以外のところで本当申し訳ないんですけれども、こちらの見ていただくと分かるかと思うんですけど、まあ、ディエゴ選手の2人にシルバ選手が、ここね、こうなんか
試合終わってこう観客席に選手の皆さんが挨拶に来てくださるんですよ。こうでこれはもうゴール裏なんですけども、ゴール裏から一番遠いところからあの順番にぐるーっと回ってきてゴール裏行ってみんなでお歌歌ってありがとうっていうのをやるんですけども、こうぐるーって回ってくる間もうなんかよくわかんないってずっと仲良しなの、そのシルバ選手とディエゴ選手がな、そんなキャッキャするっていうぐらいなんか、まあ、イチャイチャじゃないですけど仲良くこうやってるのを見て、ああ何と思ってちょっと詰めてしまいまして、ね、遠い離れた母国とは違う国でサッカーやるっていうところで、まあ、言葉がねこう会話ができるだけで相当なんかあのがついてしまうのはよくわかるなっていう、はい、で気になりました。はい、続いてガンバの選手で気になった選手はメッシーの選手でございます。いやーすごいね、あの途中から出場だったんですけれども、いやーすごい、なんかめっちゃグイグイいきますね。あのメッシの選手にはこう何相手のディフェンダーの選手がすごい来てても気にしないみたいなっていう、そのなんか普通こうボール取られるかもしれないから駆け引きじゃないですけど、こう技を出たりとかなんかそういういろいろね距離をとかそこに相手選手との空間を作ってボールを運ぶ、前に運ぶと思うんですけども、デュエルするときでもなんかそういうの気にしないからみたいな、いやこれはもう行くって決めたから、そのなんかどんな障害が来ようとそこになんか、はい、なんだろうな、なんか気にしないみたいなもうこれ伝わるか分かんないんですけど、なんかそういう進み方してましたね、私の感想ですけども、なんかすごいなって思った。いやチャンスがね、ああいう感じで生まれたらチャンスがいっぱい生まれるだろうなって、あ、まあ、実際ね投入された後はチャンスがいっぱいでもないかもしれないあったなって感じでした。でね、メッシの選手こうプロフィール見に行った時にあれと思って思ったのが、こちらメッシのトーマ選手っていう選手がですね、ジュニアのユースだけど2種登録されてるんですよ。なんかあのガンバ大阪の公式のホームページの方行ってもなんか載ってなかったんですけど、あの J リーグの選手メーカーの方には載って出した選手で、であのこの珍しい名前で一緒ってことは絶対なんか兄弟かなんかです、あもう有名な話ですか、桜子が知らないだけですいません、なんか兄弟でガンバの J リーガーってすごいですよね。なんか似てるのかなと思って比較してみましたけど似てますよね同じ遺伝子を感じますよね、全に。だからなんか兄弟揃って出場する機会があったりするもしかしたら今後ねあと思うワクワクします。みーな、はい、というわけでございました。はい、あとですね、監督のインタビューが面白かったので出したいと思います。こちらは FC 東京の瀬川監督のインタビューでございます。永井選手についてお話しされていますが、もう人がいいのでって言った自分で出した、ね、シュート打てばいいのにパスを出してあげるというところがあったけれども、代表にもまあ、それより前からね点いっぱい取ってるんですけども、代表に選ばれたことも自信につながって自分でシュート打つ、シュート上手いのにパス出してたところが自分でシュートどんどん打って点数であのストライカーっていう感覚がさらに出されてきたんじゃないかっていうインタビューです。素敵だなって思ってちょっとアップしてみました。あとはナサホ選手のことをも語っております。選手が右サイドに入ってくれたらなって思ってたけども、右サイドもできるけれど
左の方が良かった、変えてみたらいい結果出たっていうね、素晴らしいいい試合でございました。雨の中本当にすごいなって思いましたね。選手の皆さんも、こう監督もベンチにずっといないでね、あの雨の中出しに出てきてたりしましたので、これを応援するサポーターの皆さんも雨に打たれながら声をかけて、ジャッジする審判の皆さんも雨の中打たれながら素晴らしいなって思いました。はい、っていうね、2月7日の観戦でございました。はい、また次どこかの試合を見に行ったら、動画を上げたいなと思いますので見ていただけると嬉しいです。ありがとうございました。さくらこでした。バイバーイ。